それではですね、2021担当本試験を切るを始めさせていただきます。行政法規を担当いたします歴戦認講所の豊岡と申します。どうかよろしくお願いいたします。で、そしてですね、今回担当本試験を受験なさいました全国の受験生の皆様、レックの、受講生の皆様もとより、そうじゃない、受験生の方も本当にお疲れ様でした。今回ですね、去年に引き続き、またコロナの中で行われた試験ということで、皆さんも本当に勉強もやっぱり一生懸命やらなきゃいけないわけですけど、その一方で健康管理にも十分配慮しなきゃいけないということで、非常に大変な中、この受験ですね、担当試験、受験なさったと思います。本当にお疲れ様でした。で、この後ですね、私の方から行政法規につきましていろいろお話をしてまいります。で、まだ皆さん担当終わってまだ2日しか経ってないんでまだ疲れが抜けないんだって方もかなりいらっしゃると思うんですよ。でもやっぱり担当式試験というのはちょっと厳しい言い方ですけど、通過点です。あくまでも通過点ですから今日のこの担当本試験を切るでこれをご覧になってですね、今後のご自分のこの次なる戦いですねに向けて、また新たなスタートを切るようになさってみてください。よろしいですかね。で、ちなみにですね、一応当日ですね、おとつい本試験の当日、一応私も東京の五反田の受験会場ですね、一応激励で立たせていただきました。で、やっぱりコロナっていうこともありまして、一応もちろんマスク着用して、あとできるだけお声かけしないようにして軽く会釈したり、あるいはアイコンタクトで皆さんに頑張ってください、そういうエールを送らせていただきました。で、中にはレックの顔見知りの受講生さんの中にはもう本当力強い目で頑張ってきます、しっかりやってきます、そういうふうにアイコンタクトで返してくださる方も結構いらしてて、本当にこう心強く思いました。で、当日ですけど12時に行政法規が終わりまして、私スタッフから問題もらいまして、ですぐにですね、出題された法律を調べました。で、やっぱり自然公園法と自然環境保全法ですね、どっちが出んのかなって私も気になってたんで真っ先に調べて、で、一応皆さんご存知の通り自然公園法が出てましたね。ちょっと私ももう絶対今年は自然公園法出ると思いますよって申し上げた手前ほっとしたという、そういう次第でした。あと道路法と河川法ですね、これにつきましてはおそらく半分以上の確率で河川法が出ると思いますよって申し上げて、これも河川法が出て私もちょっとほっといたしました。ただちょっと想定外というかちょっと驚いたのが、今年ですね、都市緑地法と景観法去年同時に出て、で、今年はまた例年通りどちらか一方が出ると思いますよと私いろんなところでお話ししたんですけど、今年もまた両方同時に出まして、これちょっと私も驚きました。あともう一点ちょっと予想外だったのが、皆さんもご存知の通り土地区画整理法ですね、例年ですと2問出るんですけど今年は1問だけでした。で、これ昔から言われてるんですけど、土地区画整理法と都市再開発法って同じ方が問題作ってるっていう昔からよく言われてるんですよ。問題形式見ると結構わかるんですよ、同じような形式で例年出すんで。で、去年は都市再開発法が1問になって、都市区画整理法は2問だった。で、それに対して今年はそれが逆転した形ですね、土地区画整理法が1問に減って都市再開発法がまた2問に復帰した、また戻った、そういう形でした、で、ただ私もやっぱり講義やってて、また皆さんも実際土地区画整理法を勉強なさってあんだけ勉強やって1問かちょっともったいないなっていう感じは皆さんお感じになったんじゃないのかなと、そういうふうに思います。で、そうやって問題ですね確認した後、私も一気にガーッと今年の行政法規の問題解いたんですけども、ここから本題です。かなり優しくなっているなと、おそらく皆さんもお感じになったのではないでしょうか、去年がとにかく難しかった、それに対して今年はかなり優しくなっているな。もちろん難しい問題もそれぞれいろんなところにこう配置はされてるんですよ、まさに配置してるってそんなイメージですね。でもその配置された難しい問題以外はかなり解きやすい、そういう問題ばっかだったな、そんな印象を受けました。で、この後それをですね具体的なデータをもとにさらにまた掘り下げてみていきたいと思います。ではですね、ちょっとこちらのレジュメをご用意ください。よいしょ。担当本試験を切る行政法規ですね、皆さんお手元にこちらのレジュメございますね。で、ちょっとこれ表紙めくってみてください。よいしょ。で、こちらですね、ちょっとペンで
ましょう。で、これ回答です。で、各問題のね、この回答も載ってますけど、その横にですね、この各問題の正解率、ね、これも載っけてあります。これはレックの、オンラインリサーチによる、ね、データです。あと、そのすぐ右隣にこの難易度の、これね、 ABC の3段階で、これもね、表示してあります。これね、下ちょっと見ていただきますと、よいしょ、 A がこれ一番優しいんですね。これちなみにこれ、この後裏のページでまたね、確認してきますけど、レックのオンラインリサーチの正解率によると 70% 以上です。これが A です。 70% 以上で、逆に C、 これ難しいです。これはこのレックのオンラインリサーチの正解率によると 50% 未満です。 50% 未満で、その中間が B です。 B は 50% 以上、ね、70% 未満って、そういうふうになります。皆さんいかがでしたかね、ご自分のね、回答と照らし合わせてみて。で、これいつも私申し上げるんですけど、このいわゆる B ランクです。 B ランク、正解率でいくと 70% 以上、あ、ごめんなさい、50% 以上、 70% 未満、ね、この B ランクがいわゆる合否を分ける問題というふうになります。受かる人はしぶとく取ります。逆に落ちちゃう人は結構ポロポロと簡単に取りこぼすんですね、そういう問題で。この後ですね、この特に B ランクの問題、ね、今年の本試験問題を通じてちょっとね、見ていきたいと思ってます。で、その前にですね、もう一回ちょっとレジュメの方ですけども、ちょっとページめくってください。今度は裏のページです。こちらにもいろいろね、データ載っけてありますんで、ちょっと今年の本試験問題見る前にですね、ちょっとこちらでね、今年の本試験のね、このデータ改めて確認します。まず形式面です。括弧1ご覧ください。で、組み合わせ問題、ね、が昨年の16問から22問に6問も増えてるんですよ。で、単純整合問題、正しいものはどれか、誤っているものはどれかという、その単純整合問題ですね、これが昨年の22問から16問に6問も減ってます。で、そして穴埋め問題ですね、穴埋め問題が昨年と同じく2問、ね、これプラマイゼロでした。で、皆さんご存知の通りね、いわゆるその消去法ですね、消去法、足を見て、ね、これ絞っていく消去法が、ね、使える、いわばそういう消去法によってね、比較的答えを出しやすいこの組み合わせ問題が6問も増えた。で、代わりに消去法があまり使えない単純整合問題が6問減ったということなんでね、形式面から見てみても昨年よりも今年の問題は解きやすかったということがはっきりと言えるんですね。で、次です。今度括弧2の内容面ご覧ください。で、こちらさっきもね、前のページでお話しましたけど、こちら難易度 A、ね、正解率でいきますと 70% 以上の問題がなんと昨年16問だったのが今年は23問に7問も増えてるんですよ、これ。で、続きます。で、難易度 B、 これ正解率がね、 50% 以上 70% 未満の問題なんですけど、これが昨年の14問から10問に4問、これね、減ってます。で、さらに難易度 C ですね、これ一番難しいやつ、正解率が 50% 未満の問題が昨年の10問から7問にやっぱり3問減ってる、ね、という具合に、これよく見てね、この難易度 B の4問、あと難易度 C の3問、この計7問が減って、その分難易度 A、 一番ね、解きやすい、これが7問増えてるんですよ。要するに B と C が減った分、丸々7問が一番解きやすいこの A ランク、こちらに入ったってこと、まさにそういう理解ですよ。いいですね、これ。で、その結果、次です。この行政法規の平均点、もちろんこれね、レックのオンラインリサーチですけど、昨年行政法規はね、 61.4 点だったのに対して、今年はね、 66.4 ですね、 5点も上がってるんですよ。問題数でいくと2問分です、ね、もちろんこれはレックの、ね、データですけども、ね、だから内容面においてもね、今年は去年よりも優しくなったということがはっきりと伺えるんですね。で、次です。で、また今年の特徴としてですけども、ね、これさっきも申し上げました、毎年2問出題されてきた都市確正法が1問、ね、1問しか出なかったねということ、あと平成21年から令和元年まで交互に出題されてきた都市緑地法と景観法が昨年に引き続き今年も、ね、同時に出題された、これもさっき申し上げました、ね、ことなどが挙げられますよということで、ね、まあ、これがまあ今年の
本試験の特徴ですね、具体的なデータに基づいて皆さんに今ご覧いただきました。いかがでしょう。なんとなく皆さんご自分でお感じになってらっしゃるようなイメージと同じですかね。やっぱりね、優しくなっています。特に皆さんの中で今年初めて受けたって方はね、いや去年のことなんか分かんないよとおっしゃると思うんですけども、ね、問題自体は去年よりも明らかに優しくなってるんですよ。いいですね。でこの後ですね、さっき申しましたけども、いわゆる合否を分ける問題、 B ランクです。 B ランク、正解率が 50% 以上、 70% 未満の問題をこの後具体的に今年の問題を通じてちょっと見ていきます。いいですね。でちょっと次のページですね、こちら今度右のページご覧ください。これ実際今年の、ね、本試験問題ちょっと縮小してね載っけてあります。これでね、ちょっとね最初飛びますけど8ページちょっと開けてみてください。問題冊子のよいしょ、8ページですね。で問題番号でいくとね、問いの10番です。こちらちょっと大きくしますよ、よいしょ、問いの10番です。問題冊子でいくと8ページちょっと開けてみてください。皆さん今年お解きになりましたね、これね、これできました。問いの10番、都市計画法の問題です。開発行為に関する問題ですね。これレックのオンラインリサーチによりますと正解率が57%、これ B ランクです。 B ランク、これ皆さんいかがでした。今日実際に来られている皆さんはできましたかね。あ、できた。おお、結構ねそうやってうなずいてらっしゃる方多いんで安心します。これね、これ B ってことはないでしょ。もうこれは断然 A ですよ。これ B っていうのはちょっと私の中でちょっとびっくりした、ね、あの問題の一つなんですけども、これ全部過去問の焼き直しなんですよ。で特にこれね、正しいものの組み合わせどれかっていうことなんですけども、正しいのがね、これいいですかね、これロとハですね。ロとハ、ロとハが正しくて、で正解、ちょっと書いておこうかな、よいしょよいしょ、いいですかね。正しいのがロとハで、正解詞がこちら足の3番、じゃあできましたね。ね、今日ね教室に来られている方の多くはね、多くの方は解けたんじゃないかなと思います。これ全部過去問の焼き直しなんですよ、これですかね。でただね、ちょっと気になったのがこれ足の4番ですね、ロと2につけた方がなんとね 40% もいたんですよ。 40% もいた。これはもう断然ねロとハってことで足の3番につけていただきたかった。ただこれね、はっきり言うと1と2、この2つの足です。これ共に×ですよ。この1と2さえ分かれば消去法で一瞬で答え出ちゃうんですよ。これこれまずいいでしょ、これ正しいものの組み合わせ聞いてますよね。で、いは誤りだからいを含んでるやつが消えるでしょ、ね、あと2も誤りだから2を含んでるやつが消えるでしょ。消去法で一瞬で3ですよ、これ。もちろん皆さんはね、これロトハもご覧になってみて、あ、これ過去問の焼き直しだよ、こんなの丸だよ、ね、自信持って答え出すことができたかと思うんですけども、これ 57% の B ランクっていうのはちょっと寂しいですね。もうちょっと解けてほしかった、そんな問題です、ね、でちょっと続けます。で同じページのすぐ下見てください。問いの11番です。土地区画整理法です。8ページね、8ページね、問いの11番の土地区画整理法、これは誤ってるものはどれかという単純正誤問題です。でこれもね、やっぱり正解率低いんですよ。ちょっと左の方が分かりやすいかな、 これ 55% だったんです。やっぱり B ランクなんですよ、 B ランクです。でこれはね、足の1番、これが誤りで正解詞です。で私も実際ね、スタッフから問題冊子これ受け取って一気にガーッと解いたんですけど、この問いの11番については足の1番しか見ませんでした。足の1番だけ見て誤りで、あ、これ正解し、ね、これまたそういうふうに出さなきゃいけない。これ 2,3,4,5 を読むような問題じゃないんですよ、はっきり言うと。で足の1番ですけど、市町村が施行する土地価格整理事業の勘違計画においては、土地価格整理事業の施行の費用に充てるため、ね、または施行規定で定める目的のため、一定の土地を勘違として定めないで、その土地を掘り打ち、これですよね、いわゆる空き地ね、保留地として定めることができるって書いてあるけど、これ市町村のような公的施工で
保留地を定めることができるのは1個だけでしたよね。これですよ。施工の費用、ね、これに充てる、これを捻出する、ね、場合だけでした。もう1個のこのまたはね、この施工規定で定める目的、例えば公園を作るとか、そういう目的で保留地を、ね、市町村のような公的施工が定めることはできなかった。これまさに学問の焼き直しだし、レックの、ね、合格基礎講座のような一番最初で勉強する基本的な知識です。だからこれもね、足の一番見てね、これ答え出せないのかな、 55% はちょっと寂しいな、そういう印象でした。皆さんできましたかね。あ、できた。おお、いいですね。だ、今日ここに来てる方はね、やっぱかなりねおできになってるなと、ちょっとね嬉しいですね、それは。で、またもうちょっと続けます。で、続いてですけどね、今度ね、10ページ開けてください。これ問題冊子ですね。いいですね、皆さんできたんですね。次で、今度問いの14番ですね、10ページです、ご覧ください。これが都市緑地法ですね、都市緑地法に関する問題。これもね、正解率低いんですよ、 54%。 やっぱり B です。B、これ皆さんできました。おお、結構うなずいてらっしゃいますね。そっかそっか、ね、でこれね、これ正解詞ですね、これ正しいものの組み合わせっていうことなんですけども、これね、正解詞が足の2番ですね、意図2が正しくて、これが正解詞になってます。ただこれもね、一番最後、5番の足ですね、これにつけた方がやっぱ 38% もいらしたんですよ、ね、ちょっと出来が悪すぎるな、そんなイメージですね、これですね。でこれ正解詞の足の2番と比較すると、共に2、これ2を含んでるっていうのは共通、ね、で問題これなんですよ、ここ穂の足です。穂の足間違えた方は穂の足、これを丸にしちゃってるんですよ。で穂の足、これよく見てみてください。これも過去問で繰り返し聞かれてる一番都市緑地法で基本的とも言うべき知識ですね。都市計画区域または準都市計画区域内の緑地で、風致または景観が優れており、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するために必要なものについては、都市計画に、これね、ここですよ、特別緑地保全地区、これを聞いてるんですよ。で特別緑地保全地区、地区は狭い、だから都市計画区域だけだよねって、これ一番最初の講義でやってますね。だからもう一個の右横の準都市計画区域、これ入ってこない。だからこれなんかもう本当に基本中の基本の知識ですよ。ところがね、この穂の足を丸にして5番をつけちゃった方がなんと 38% もいた。やっぱちょっと寂しいですね。もうこれも過去問やってれば絶対もう間違いようもないような、そんな問題です。でもうちょっとやります。で今度右のページ、今度11ページですね、ちょっとご覧ください。で景観法です。これもなんですよ、景観法、ね、これも正解率が、これが 47% ですね。やっぱ B ランクなんですよ、 B ランク。でこれ誤ってるものどれかっていう単純整合問題なんですけども、これ皆さんできましたかね。できた。おお、できますね。できてない、間違えた。あ、そっか、まあいいです、ね、でこれはね、これ問いの15番ね、これ単純整合ですけど、正解詞がこれ足の4番ですね、これが誤りで、これが正解詞になる。でこれも基本的な知識なんですよ。いきますよ。でこれ市町村は、で3行目景観地区、これはいいでしょ、景観地区定めんのは市町村、これはいい、ね、地区は狭い、ね、だからこれ小さい単位の市町村、やりましたよね講義で再三ね。でただこの景観地区指定できるのはこれ都市計画区域および準都市計画区域外じゃないですね、これ逆ですよ、ないですよ、両区域内でした。これも一番最初にある本当に基本的な知識ですね。だからこれね、都市計画区域および準都市計画区域外であれば、これはこの景観地区ではなくてもう一個の準景観地区に行くんだった、ね、だからこれ本当にね、仮に 1,2,3 が全然分かんなくても4番だけ見てピンポイントでこれ答え出してほしい、
そういうレベルです。だからやっぱりその点からいくと 47% っていうこの正解率はちょっと低すぎるなと、そんな印象ですね。で今までねずっとねあの B ランクの問題皆さんにずっとご覧いただいてるんですけど、いかがでしたかね。結構ね皆さんにちょっとねあの振りますとできたよできたよって感じでうなずく方も結構いらっしゃるんですけど、でも全体としては、ね、受験生全体としてはやっぱりこういう低い正解率にとどまっているってことですね。これであともう一問だけあります。でねちょっと飛びまして、これいこう。23ページです。結構ね用意してきたんでちょっとねちょっと飛ばします。23ページちょっと開けてください。問いの30番です。文化財保護法。23ページですね。問いの30番、文化財保護法。これはね、まあ、まあまあなんだけど、でもやっぱり 62% ということで、これも B ランクでした。これ皆さんできましたかね？できた？あ、できてない。おうおう。これはね、はっきり言って、私の中では、これは問題としてどうなのかな、そういうあの印象を受けたあの今回の問題でした。あの、いきますよ。これ文化財保護法ね。イからホまでの記述のうち正しいものの組み合わせを聞いてますですね。で昨日の国交省の発表によると、この問いの30番文化財保護法の正解詞はこれ足の4番でした。これ従って、ハト2ですね。ハト2が正しいよ。これが一応国交省の用意してくれた正解だったんですよ。だけどこれね最後のほなしです。皆さんちょっと一緒にこれ考えてね。これ実際皆さんも本試験会場でお考えになったと思うんだけど、このほなし皆さん普通にねフラットな目でご覧になってみて意味が分かりますか？特にここ これいずれもって書いたんだけど、これ何を指してるんですか？これ普通にいけばね、この文章の前に何か複数のものを挙げてそれを受けていずれもって言葉で置き換えるのが普通の日本語の使い方でしょ。なのにこのほなし見るといきなりいずれもですよ。これ何を指してるかさっぱり分かりませんでした。したがって私もねスタッフからこれ問題差し受け取って一気にガーッと解いたんだけど、他の問題大体ね結構短時間で解き終えられたんですよ、ね、だけどこの問いの30番だけは私最後1時間以上粘って、これ結局何を聞いてんの、何が正解したのか分かんなかったんですよ。で夜ね7時から川原講師がねあのねライブ配信で、まあ、鑑定所の正解者発表する。でそれに合わせて一応ね行政法規もね一応正解だけは出してね、あの川原講師にね一緒に発表してもらう、そういう段取りだったんで、私も時計見ながら結構焦ってきて、あれこれちょっとどうなんだろうと思って、したがって最後はねあの川原講師の方からね一応これ4あの一応私正解詞これ4番にしたんだけど、一応クエスチョンつけてねあのライブ配信の中で川原講師の方から発表してもらったと思うんですよ。これ最後ね悩みましたね。これ5番がね誤りだとしても、じゃあ一体どこを誤りとするのか、ちょっと国交省の方からね私はちょっと説明をね聞きたいなと。もちろんあの国交省に弓を引く気はないですけど、ただ問題文としてはいささかね正確さを欠くんじゃないのかな、そういう気がいたしました。あともうちょっと言うとね、これ皆さんの中にもいらっしゃったかもしれないですけど、これ一応国交省は話ねこれ丸にはしてんだけど、ただこれもう一個これ例外あったよね。これ非常災害のために必要な応急措置を取る場合、その場合においてはその限度において現状変更 OK だよっていう例外が実はもう一個あるんですよ。そうするとこれ歯の足の3行目を見るとねこの場合を除き原則として現状変更することなく遅滞なく長官に届け出なければならないということで、あれ例外2つあるのに1個しか乗っけてないなってことで、これも突っ込むとちょっと誤りになるんじゃないのかなって、私もやっぱそこも考えちゃったんですよ。で結局回答までかなり時間を要したと、そういう問題でした、ね、これねさっきのこのほの足ですね、こちらの最後のほの足なんですけども、これね一応条文があるんですよ。一応用意してきたんでちょっと軽くこれだけ確認して終わりにいたします。これ123条聞いてます。文化財保護法です。でご覧のような規
定なんですよ。文化庁長官は次の各号ここのいずれかに該当する場合においては特別史跡天然石名所天然記念物につき自ら復旧とできますよって規定なんですよ。で下見ると1号と2号を規定してます。123条。だからこれ次の各号のいずれか1号2号でこの表現よく見てね、よく見てね、1号2号で問題文を取ってみて、おそらく作った方はこのいずれかっていうこの言葉、これご自分の頭の中で1号2号をねイメージしたんだろうけど、実際問題文で具体的にそれが表現されてなかったと、おそらくそういうオチじゃないかと私は思ってます、ね、じゃあこれぐらいにしておきます、ね、じゃあやっぱりささかね問題文の作り方としていかがなものかという印象です。でちょっと最後ですね、ちょっとレジュメの前の方戻ります。でこちらですね、このさっきね見ていただきました2ページ目です。行政法規本年度試験傾向の一番下、ね、こちらをご覧ください。最後カッコさんの総括です。これを見て行政法規終わりたいと思います。で昨年より2問分従いまして5点でしたね。優しくなってるんですよ、ね、ということで総合的に考慮すると一応行政法規としてはですよ、行政法規としては一応65点、問題数に置き換えると26問が一応今年の合格ラインじゃないかなというふうに考えました。でじゃあその65点26問取るためにはどんな勉強をやったらいいのかと、ね、特に今回ちょっと手応えが悪くてね、来年もう一回受けるんだって方、あるいは来年初めて受けるんだって方に申し上げますけどもね、勉強方法は極めてオーソドックスなやり方で OK です。これです。過去問中心で OK です。いいですね。レッグでいくといわゆるね足別っていう過去問集出してますから、それを使った過去問中心の勉強をねやっていただければ OK です、ね、でなんでかというと難易度 A と B ですね、合わせて33問今年出たんですけども、その多くが過去問のね知識をやっぱりベースに作られてるんですよ。で確かにねちょっとアンダーライン引きましたけど、確かにあの過去問そっくりの問題はね年々減少してます。今年もだいぶ減ってきてます。そっくりはね、そっくりさんは。だけど依然として過去問の知識をね角度を変えてやっぱり作ってきてるんですよ。ベースになった元になった知識はやっぱり過去問の知識になってるんですよ。ですからね、過去問中心の勉強、これをやっていけば十分行政法規は合格点取ることができますんでね、決してあのねあのエキセントリックな方法に走ることなく、ぜひオーソドックスな過去問中心の勉強をやってみてください、ね、じゃあ一応行政法規につきましては以上で終わります。ありがとうございました。はい、では鑑定理論担当しますレックセン2コースの川原です。では手元今度は鑑定理論のレジュメを準備してください。では早速表紙めくっていただきまして、で回答一覧飛ばしていただきまして、まあ、2ページ目というんですかね、本試験の傾向のところですね、そちらをちょっと見てください。はい、では、3行目ぐらいですね、括弧1、まずは難易度から確認をしていきます。で難易度としましては正解率 70% 以上の A ランクの問題が32問ですね、まあ、80% で正解率 50% 以上 70% 未満の B ランクの問題が5問ですね、まあ、12.5% で正解率 50% 未満の C ランクの問題が3問、 7.5% の割合でした。C ランクの問題は、3問というのは、まず収益還元法の問題ですね。あの総費用として減価償却維持管理コスト効果損害を受ける貸出利空損、計上するんだ誤りみたいなね、ちょっと没問と言えるような問題が1問、あとはあのトリッキーなあの証券化関係者の問題ですね、これが1問、あとは計算問題の最後ですね、積算法、これなかなか難しいです。あの積算法というのは適用すると結論としては年額の実質賃料として求められるんですね。ただ計算で求められていたのは月額の支払い賃料ですので、求められた結論から権利金の運用益消却を控除してさらに割る12ヶ月をする、この2手間が必要だった、なかなか難しいです。なのでその3問は、ね、あの合否に影響しないですね、そういった C ランクの問題が3問です。で大きな傾向としましては4行目ですかね、大きな傾向としましては B ランクと C ランクの問題が減少し A ランクの問題が増加したということですよね。なので A ランクの問題を
取りこぼすことなく確実に得点することがより重要な今年の本試験だったということになってきます。ミスしたものからですね、まあ、差がついていく、そういった、ね、傾向になっていました。はい、で続いて今度は形式面ですね。形式面、続けた文章、個数問題が0であることを、計算問題が2問と少ないことが固定化された感があり、その他配分としては単純整合は4問減って13問、組み合わせ問題が4問増えて22問、穴埋め問題が昨年同様ですね、3問となっています。単純整合が13問、組み合わせ22問で、穴埋め3問で計算問題が2問ですね、そういった内訳になっていました。なので、3行目最後、形式面に関して言えば消去法で得点しやすい組み合わせ問題が増加していることから、まあ、若干難易度に、ね、下がっている、そういった形式面になっていました。では下ですね、括弧3、出題分野の傾向としましてはどういった傾向が見受けられたかといいますと、続き、昨年度に引き続き全範囲からまんべんなくそれぞれの章の分量におおむね比例した問数が出題されています。出されていない章はないです。すべての章から出題されています。あとやはりね、章のボリュームが多いですね。総論第7章、各論1章、各論第3章です。合計しますと21問出されていますので、その3つの章だけで40問中ですね、半数以上の問題が出されてですね、そういった割合になっていました。で、続きの文章ですね、内書きのところ、なお問題後で全体にまたがる総合問題が出題されており、その中で捨て分野といえる農地の鑑定評価が出題されていることが特徴として挙げられます。全体にまたがる総合問題が問題の後で出されていましたよね。その中でもう講義では捨てていいと言っているですね、今まで担当論文を通じて出されたことがない農地の鑑定評価が出されている、しかも正解詞でしたよね。正解詞、誤りどれかで農地の鑑定評価です。なかなか厳しいですよね。なんですけど正解率見ると 80% 近くありますので、皆さんこう消去法的にしっかりと正解を取っているですね、そういった問題になっていました。でさらにその他の傾向としましてはですね、かっこいいですね、その他の傾向としましては、昨年度に引き続き暗記色の強い価格形成要因の例示、鑑定評価額の求め方、重み付け、あと総合定款事項に関する問題が多く出されたことが、ね、特徴として挙げられます。2016年度から試験問題の見直しが行われて、実務的な問題が出せなくなってしまったんですね。となってくるとやっぱりどうしても暗記色の強いですね、要因の例示、重み付け、あとは漢字項ですね、どうしてもこういった問題がですね、増える傾向が否めません。最近はねその傾向が顕著に現れているということになってきます。あと今年のね特徴としましては3行目ですかね、基本式や関係図が示された見慣れない形式の問題が出題されたことが、ね、特徴として挙げられます。要はこうトリッキーな問題が出されていましたよね。基本式に並べられているような問題だったり、あと先ほど、ね、C ランクの問題で説明した証券化関係者の図が示されていて、でこう、ね、判断させるのはそういった問題が、ね、出されていました。あとは、計算問題ですね、基本的には計算問題にも捨て問という位置づけでですね、構わないんですけど、ただ、収益用項目を前提とした直接還元法の問題、まあ、問題39ですね、こちらの実践討論で類似問題出しましたので、まあ、こちらはですね、頑張って得点してほしかったな、そういった計算問題、実際正解率が 70% 近くありますので、まあ、問題39をなんとか、ね、拾ってほしかった計算問題ということになってきます。で踏まえますとですね、鑑定理論としましてはそのうちの文章を見ていただきまして、以上より本年度の担当式試験はマイナー分野からの問題や見慣れない形式の問題が少なからずありましたが、過去問の焼き直し的な足が多く見受けられ、消去法で正解詞を、ね、正解を導き出せる A ランクの問題が多かったことから、過去問を繰り返すとき通りや模試等で出題されやすいポイントをしっかりと押さえていた受験生ならば十分に対応できたものと考えられます。これちょっと行政法規とはね、こう逆転現象で、行政法規はですね、過去の本試験ですと、過去の本試験のまま、ね、本当に過去問そのまま的な問題が結構行政法規はね、多く出されていたんですね。ただ最近は豊川先生が言いましたが、ままではなくてちょっとね、表現を変えた形で出されている傾向があります。一方鑑定理論は実務的な問題が出せなくなってしまって、でほぼほぼ論点がもう出ています、出尽くしていますので、最近は本当に過去もままですね、ままそのまま出しているような問題が、ね、多く出されています。なので、行政法規以上に鑑定理論はこう過去もしっかり潰していくというのが非常に重要です。
まあ、しっかり論文対策を行っていけば十分に、ね、担当点数取れます。あとは当連等々で担当特有の、ね、解き方みたいなものをしっかり押さえていただければ十分に、ね、高得点取れる、ね、そういった実力がついていくはずです。で、一応鑑定ルールの合格ラインとしましては昨年度にちょっと上がりまして8割弱ですね、まあ、31問ほどぐらいと、ね、鑑定ルールとしての合格ラインと考えています。40問中31問ですね。A ランクの問題が32問ありましたので、つまり A ランクの問題ですね、ほぼミスすることなく、ね、確実に得点していただければ十分にこの鑑定理論としての合格ラインですね、クリアすることができる、ね、そういった内容になっていました。ではいくつか問題文ですね、確認していきます。では6ページ問題7を見てください。はい、6ページ問題7見てください、はい、問題7は、総論第3章個別適用に関するですね、組み合わせ問題、正しいものの組み合わせはどれか、これ正解率が、これ 75% でしたね。 75% でした。で、これ正しい組み合わせは、4番ですね、ロハにですね、ロハにがこれ正しい正解詞なんですけど、これね、1番をですね選んだ方が 16% ほどいました。イロハが正しいと判断した方がですね 16% で、正解数の4番と比較するとロとハは共通なので、要は1と2の、ね、判断がポイントになっていたということです。つまり間違えた方はイが正しいと判断して、で、2の方ですね誤りと判断したですね、そういった方が多かったということになってきます。で、この問題はこれ建物およびその敷地の個別適用の知識がポイントになってくる、そういった問題でした。建物およびその敷地の個別適用因として基準上挙げられているのは2つですね、2つ。1つは2の足、建物およびその敷地に関する個別適用因として修繕計画管理計画領域との並びにその実施の状態。修繕計画管理計画というのは土地建物一体として考えるべきなので、これは建物およびその敷地の個別適用因なんですよって形で、これ何度も東連等々の解説で説明した内容です。これ正しい足です。で、もう一つ建物およびその敷地の個別適用因として基準上挙げられているのは建物等と敷地の適用の状態ですね、内部のバランスの状態で、バランスの状態としましては2つのバランスの状態がありました。それは配置のバランスと規模のバランスですよね。で、イノアシ、敷地内における建物駐車場通路庭等の配置ですよね。これ配置の状態はこれ土地に関する個別適用因ではなくて、これ建物およびその敷地の個別適用因です。これ明らかに誤りです。なので正しいものはロハニとですね判断してほしかった、そういったこれ問題ということになってきます。では続いて下ですね、すぐ下問題8見てください。はい、6ページした問題8、4章諸原則に関する、ね、単純性誤問題、誤っているものはどれかという問題ですね。これ正解率は 58% ですね。いわゆる B ランクですね、まあ、合否を分けるような問題でした。多分ですね、2と3あたりをですね誤りと判断して間違った方がそれなりだと思います。まあ、2と3というのは手法の適用におけるですね諸原則の活用が問われています。確かにこれ基準で明らかに明確に示されている内容じゃないですよね、手法における諸原則の活用、まあ、悩みやすいところではあると思うんですけど、ただ明らかにこの問題は5番が誤りですよね、明らかに5番です。まあ、確かにこれ、ね、この問題諸原則の問題で聞かれている知識や5番はこれ、ね、8章手順調整に関するです、ね、知識が問われています。諸原則というのは鑑定士の判断に客観性を付与する、そういった役割があります。なので調整段階においてもしっかりと鑑定士の判断に客観性を付与することができていたか否か、諸原則の活用の適否をチェックする必要があります。で、調整というのは大きく2つの作業から成り立っていました。調整というのは再吟味と説得力にかかる判断です。で、それぞれ留意すべき事項があるんですけど、説得力にかかる判断において留意すべき事項のキーワードは
適合性と相対的身体性。一方、再吟味において留意すべき事項は、語呂合わせなんかでも説明している五手引き一整合ですよね。で、五番の足、諸原則の当該案件に即応した活用の適否の検討が求められるのは、説得力にかかる判断ではなくて、これ、再吟味における判断ですね。再吟味においてこれ検討留意すべき事項がこの諸原則の当該案件に活用したですね適否です。なので明らかにこれ5番が誤りということになってきます。 58% なんですけどもう少しですね正解率高くね取ってほしかったそういった問題ということになってきます。では隣のページ7ページ上問題9見てください。はい、問題9、総論大学賞鑑定評価の条件に関する単純整合問題ですね。条件って結構受験生の方苦手とする方多いですけど、担当の問題非常に作りやすい分野で毎年のように出されてますのでこうしっかりと対策を取っておくべきですね。そういった分野が条件ということになっています。これ正解率 60% ですね。やはり B ランクの問題ですね。で、正しいものはこれ1番が正解ですね。1番が正しいんですけど、これ4番の足をですね正しいと判断して間違った方が 28% もいました。4番の足見ていただきますと、現況が貸し屋敷である不動産について賃借人の損失や地立てであるものと想定して鑑定評価を行う場合には、権利関係にかかる個別的要因についての想定上の条件を付加する場合に該当するとなっています。で、条件ですよね。条件設定以下によって類型が異なってくる場合には、これ対象確定条件ですね。条件以下によって類型が異なるイメージとしてはですね、そういった場合はこれ対象確定条件、これ想定上の条件ではないということになってきます。実はこれ去年の論文本試験でこれ聞かれています。なんで去年論文本試験受けていた方はすぐにこれ誤れたと判断できたと思います。ただ別に論文受けていなくてもこの知識は平成27年平成30年過去の本試験でもしっかりと聞かれています。非常に重要な知識です。なんでもすぐにこれは誤りだと判断してほしいところ。なので正解1番ですね、未竣工建物等鑑定評価ではない対象確定条件においては、利用者の利益害する恐れがない、この一要件さえ満たせば実現性合法性の要件は不要なんだって知識ですよね。その通りです。これ重要な知識です。例えば未竣工以外の対象確定条件代表例、独立鑑定評価、建物がないものとして、じゃあ実際に建物を取り壊すってことが必要かというと、実際に建物を取り壊さないような場合であったとしても独立鑑定評価というのは設定することができます。つまり未竣工以外の対象確定条件というのは想定したことから最終的に実現することまでは求められていないんですね。なので実現性合法性は不要です。一方未竣工というのはないものはあるものとして評価を行っていくので、最終的にはあるって状態が必要なので、あるって状態を担保するための実現性合法性ですね、あと資料収集等が必要になってくるんだということになります。これ非常に重要な知識ですね。ぜひ得点してほしかったですね。そういった問題ということになってきます。はい、では今度は14ページ進んでください。はい、14ページ問題19見てください。各種利回りに関する問題ですね。誤っているものをすべてかけた組み合わせ、組み合わせ問題ですね。正解率はこれ 67% ですね。やはり B ランクの問題ということになってきます。誤っているものは、これ E2 歩ですね。 E2 歩で、2番がこれ正解ということになってきます。で、これ4番ロニ法ありますよね。これを選んだ方が、23% ほどいました。で、正解者の2と4を比べますと、2と法は共通なので、要は意とロどちらが誤っていると判断するか、これがポイントになった問題ということになってきます。で、間違った方はロを誤ると判断して、逆に意を正しいと判断したということですね。で、ロの足見てください。10年もの国債の利回りが低下傾向にあるという要因は、一般に割引率を下げる要因として作用するとなっています。で、炎足のところで
割引率を求める方法のうち、この金融資産の利回りに不動産の個別性を加味して求める方法が示されてますよね。これ割引率求める方法の一つです。でこの金融資産の利回りとして原則として採用されるのが10年もの国債ですよね。長期金利と呼ばれるもの、この10年もの国債に不動産の個別性を加味して割引率を求めていきますので、ってことは元になる10年もの国債の利回りが低下傾向になるということは、それに不動産の個別性を加味して求められる割引率もこれ下がるということですよね。なので炉の足、正しい足ということになってきます。一方で良い足見てください。還元利回りを求める方法のうち、借入金と自己資金にかかる還元利回りから求める方法は、不動産の取得に際し依頼者の資金調達能力や借入金割合に着目する方法であるとなっています。これ大丈夫ですかね。もう講義とか当連の解説とかでしきりに言っている安定評価というのは市場代行機能を有しています。立つべき観点は市場参加者です。依頼者ではないということです。なのでこの方法において資金調達能力等々を着目する対象も依頼者ではなくて、あくまで市場参加者、具体的には標準的な資金調達能力を有する需要者の立場に立って提供していく手法です。テクニックとして依頼の場面以外で依頼者の立場に立ってとか依頼者に着目して、そういった表現が出てきた場合には誤りの可能性が高い。でしかもこれ平成26年度の問題15で出された足まんまです。もう全く一言一句変わりありません。平成26年度に同じ表現で出されています。なのでしっかりと足別過去問で知識を潰していれば明らかにこうね、意が選ばれたと判断できたはずです。なので 67% なんですけど、もっとね正解率が高くてもいいね、そういった問題と言えます。では19ページ問題25見てください。はい、19ページ問題25見てください。はい、総論第9章ですね。鑑定評価報告書の記載に関する問題ですね。誤っているものの組み合わせを、ね、試す問題です。正解率これ77% になっていました。で誤っているものはこれロとハですね。ロとハなんで2番が正解ということなんですけど、4番ハとニをですね、誤っている組み合わせと判断した間違った方が 18% ほどいました。でやはり正解数2番と比較をすると、まあ、歯がね誤りだと判断できたので、結局ロと2のどちらが誤りかっていうのが、まあ、ポイントになった問題ということですよね。で確かに2ですよね。2の足はちょっと細かいところですよね。まあ、利害関係ですので少し細かいので、まあ、判断難しい部分はあったと思うんですけど、ただこれロの足はですね明らかに誤りですね。ロの足そこちの鑑定評価において減価法を適用しなかった場合には、その合理的理由を鑑定評価報告書に記載しなければならない。これさらっと読むと何かあってそうなんですけど、これ真に理解していれば間違えて判断できる。この合理的な理由を記載しなければならないのは、各論において適用が求められている手法を適用できなかった場合には、要は原則論で対応できなかった場合にはしっかりとその合理的な理由を記載しなければならない、そういった要請です。では底値の鑑定評価において各論において原則として適用すべき手法として減価法が示されていたかというと、底値というのは借地権付きの制約された所有権、借地権付きの土地なんていうのは汗水垂らして新たに作るなんてことはできません。権利はですね、契約を締結することによって設定するものです。作るってものじゃないです。そういった借地権が付着している底地も新たに作るなんてことは考えられません。つまり底地というのはそもそも再調達原価という概念が考えられない、原価法は適用しない類型です。各論にも示されていません。そもそも原価法は適用しません。そもそも適用しない手法を適用しなかったからといって、じゃあ理由を示すかというと、それいらないです。原則論通り適用できなかった場合に理由が必要なので、これ明らかに誤りということになってきます。さらっと読んでしまうと、正しっぽく見えるんですけど、これしっかりと各論の理解で、しっかりと各論を理解していれば、十分に間違いと判断することができた、まあ、そういった問題がですね、この問題25ということになってきます。では最後24ページ問題32見てください。
はい、各論第2章、継続賃料の鑑定評価に関する問題、誤ったものの組み合わせを選ぶ問題ですね。正解率は 65% ですね。まあ、B ランク的な問題です。誤っているものは、これ、ロとホですね。なんで3番が正解ということになってきます。で、これなかなか難しい問題ではあると思うんですけど、まず1番のポイントは、ロは明らかに誤りだとこれ判断できますね。ロは継続賃料鑑定を行った場合の鑑定評価報告書には過去書きで正常賃料である旨を付記して正常賃料額を併記しなければならない。これ大丈夫ですよね。テキスト等々においてもね、マーカーさせています。前提が共通であるにもかかわらず例外論を求めた場合には原則論は過去書きで併記というのが過去書きで併記の要請です。では正常賃料を求めることができる不動産、前提が共通というのは、これ、新規賃料市場を前提とする、不特定多数の新規賃料市場を前提とする場合において、例外論の限定賃料を求めた場合には、原則論の正常賃料を格分けで併記です。つまり、市場参加者が特定されている継続賃料の場合には、これ前提が共通ではありませんので、正常賃料の格分け併記は求められていないんだという、これ、重要な知識です。なんでロは明らかに誤りと判断できたはずです。なのでロが含まれていない4と5は、ね、これはもう誤りと判断できます。なので 1,2,3 のどれかということですよね。で、イノアシ見てください。イノアシ継続賃料固有の価格形成要因としては土地価格の推移や高層効果の推移のほか賃貸人等また賃借人等の近隣地域の発展に対する強度も含まれるとなっています。これ継続賃料固有の価格形成要因に関する問題ですよね。で、これ穴埋めとかにしやすいのでぜひしっかりとこの固有の価格形成を覚えておいてくださいという形で語呂合わせなんかを使って講義で説明したところです。きっと好景気継続するみたいなこういった語呂合わせを使ってこれ示していたところなのでそれがしっかりとね準備できていればこの3つは確かにきっと好景気継続するって形で、あ、これ含まれているものだなって判断して正しいとぜひ判断してほしかったところです。なのでイが含まれている1番の足もこれ誤っているものの組み合わせですので正解ではないと判断できる。で、結局は2と3のいずれかでロは、ね、明らかに誤りなのでこの2とホいずれが誤るかでこれは難しいです。2とホですよね。どちらが誤りかって難しいです。なのでここまでは来てほしかった。 1,4,5 は、ね、これは、ね、不正解だと判断して2と3のどっちかからまでたどり着いた、ね、ここから先は、ね、少年も2分の1の確率論です。担当というのはこう、ね、できれば2分の1ぐらいまで頑張って絞れていけば正解率高まっていきますのでこの問題も、なかなか難しいんですけどこの2と3のいずれかまでは絞ってほしかった。つまり 1,4,5 を選んでしまった方はちょっとね勉強不足です。やっぱりこう2と3まで絞り込んでほしかった、まあ、そういった問題ということになってきます。はい、では以上を踏まえまして本当はね皆さんが一番知りたかったのは総合の合格ラインだと思います。で、レックはね毎年のデータリサーチという形でですね統計を取っています。で、データは嘘をつきません。で、データリサーチの平均点が大体ですね合格ラインの目安になってきます。データリサーチに登録してくれる方は基本的には自信のある受験生ですので、平均点も、ね、高く出ます。で、大体ですねデータリサーチのですねちょい下その平均点のちょい下あたりが合格ラインになってくるんですね。で、去年を踏まえます。去年はレックのデータリサーチの平均点が137点でした。で、合格ラインはと言いますと、5点ぐらい下がって、まあ、2問分下がって、132.5 点が実際の合格ラインでした。リサーチが137点。で、実際は5点ほど下がって、132.5 点が、去年の合格ラインでした。で、それを踏まえますと、今、レックのデータリサーチの平均点は148点です。ということはそこから2問分、5点分下げますと、今年の合格ラインはデータ上から見ると142.5 点ということになってきます。これあくまでデータ上です。去年を踏まえますと、リサーチの平均点の5点ぐらい下ですので 142.5 点ですよね。問数で言えば、80問中の、57問ですかね。
取れていれば、合格ラインクリアなんじゃないかのデータからですね、想定されます。あとは気になるのは科目ごとの基準点ですよね。これ去年ですね実施された模様なんですよね。で極端にどっちかの点数を高く取って、で総合点でクリアできている場合はやはりですねそれぞれの科目に一定の点数ですねラインが引かれますので、それクリアできていないと総合点で合格ラインクリアしていても不合格ですね。そういった方は去年いらっしゃったので、実際ね科目ごとの基準点ですねこれは実施されていると思います。ただじゃあ今年本当にそれがまた実施されるのか、じゃあ科目ごとの基準点って何点か、これはもうやっぱりね結果を見ないと分かりません。蓋を開けてみないと分からないので、受ける前は気にする必要がありますが、もう受け終わっちゃった後はもうこれもしょうがないです。実施されるかどうかも分からないので、これも気にする必要ないです。とにかく総合点でこの 142.5、145点に上振れすることは個人的にはないんじゃないかなって気がしています。145点って視野誤入したあと150点ですよね。願書おおむね7割ってなってるので、やっぱなかなか145点って出しづらいと思うんですね。一方で下振れは結構あると思います。おおむね7割って、ね、発表している以上ですね140点全然あると思います。十分ね下振れは可能性としては十分にあると思います。なので合格している可能性ですね、総合点であるならば次はもうね論文ですね、論文に向けてね学習を進めていただきたい。で今年の論文試験ね本気で受ける方はですねもう残り2ヶ月ほどしかありません。直ちにね論文の勉強を始めてください。レクですとちょっと宣伝になってしまうんですけど、直前期のオプション的な講座、苦手を克服するようなこうね計算対策だったり穴埋めだったりそういった対策する直前の講座だったり、あとは試験対策を行っていく、今年民法経済会計学それぞれね試験が1人ずつ変わってますので、そういった試験の対策を行っていくね講座だったり、あとはこの最後直前のねファイナル模試というのがあります。ちなみに去年水道橋で生で受けていた方の約半数ぐらいがこのファイナル模試から合格しています。かなりの合格率で受かってますので、こういったオプション講座ありますので、こういったことも活用してぜひですね今年の論文本試験淡々と目指していただきたい。一方で来年に向けてってことですよね。ただ来年の本試験までも残り1年ちょっとしかないです。すぐに来年の本試験本当あっという間に来てしまいます。なので直ちに来年の本試験に向けて論文コースですね勉強を始めてほしい。でそうですね、150点以上取れてる方は多分大丈夫だと思いますので、ぜひ論文コースですね直ちに申し込んでいただいて、すぐに来年に向けて論文の勉強を始めてください。一方でボーダー付近の方ですよね、6月の23日の発表まではコースの申し込みというのはなかなかできないと思います。でそういった方にですねぜひ受けていただきたいのは、レクですと、論文向けの鑑定理論のブリッジ講座というのがあるんですが、全4回ですね、担当の知識をですね論文で書ける知識にですね橋渡しをしていくようなそういった講座なんですけど、これはレクのホームページで一定の登録をしていただければ無料で4回分ですね見れるようになってますので、で鑑定理論論文対策として一番重要なのはズバリも基準理事項の暗記です。で暗記の仕方等々をこのブリッジ講座で喋ってますので、ぜひこの、ね、4回の無料視聴を見ていただきまして、来年論文に向けて発表までですね少しでもいいので基準理事項の暗記ですね進めるようにしてください。それが論文対策になっていきます。一方でこの 142.5 点、なかなかねちょっとこれに届かないようなね点数が芳しくなかった方で、ぜひそれでもまだね鑑定試験続けたいという方はね、ぜひそれぞれの事情があると思いますので、教えてチューターでも構いませんし、コールセンター経由でも構いませんので、ぜひですね相談してください。それぞれごとに、ね、しっかりとねお答え、ね、していきます。はい。で豊川先生も言いましたが、とにかくまずね今日をもって担当のことはですね一旦区切りをつけていただきまして、次のステップに向けてですねぜひね学習を進めていただきたいということになってきます。はい。では以上をもちまして2021担当本試験を切るですねガイダンスを終了させていただきます。ありがとうございました。